はいみなさんこんにちは a i ブチューバ r にゃんたです。本日は ChatGPT と Whisper の API を使って AI と対話することができるウェブアプリケーションの開発をやっていきたいと思います。先日 OpenAI という団体から ChatGPT の API が公開されまして話題になってたんですけども実は同じ日に音声認識 AI の Whisper の API も公開されていました。Whisper に関してはもともとモデル自体がオープンソースで 誰でも使える状態だったのであまり話題にはなってなかったんですが API を使うことでより簡単に Wisper を使うことができるようになりましたで本日は最初に Wisper の API について簡単に紹介した後に単に使ってみたというだけでは面白くないので Wisper、えー、で音声を聞き取って文字起こしをして ChatGPT に入力をして ChatGPT からのレスポンスを読み上げると、えー、そういった対話ができる AI を作ってみました、えー、誰でも使えるように Google コラボのリンクを貼っていますので 興味がある方はは見ててもらえれればと思いいまます、えー、それでは早速やっていきましょう、はい、最初に WISPER の API について紹介なんですけども WISPER ってそもそも何っていう人もいると思いますので簡単に紹介すると WISPER は音声ファイルから高い精度で文字起こしができる音声認識 AI になっています。 で、音声認識の精度が非常に高くてびっくりすると思いますので、興味がある人は以前の動画で紹介してますので、そちらを見ていただければと思います。で、先日公開された API では、音声データを送るだけで、文字起こしの結果を返してくれると、そういったサービスになっています。で、ChatGPT の API と同様に、利用するには OpenAI のアカウントを作成して、API キーというものを取得する必要があります。で、API キーの取得方法に関しては、前回の ChatGPT の動画で紹介していますので、知らない人は見てもらえればと思います。 ChatGPT の API を使うときにすでに API キーを作成していますという場合は共通の API キーを使うことができます。料金体系なんですけども ChatGPT と同様に重量課金制ということで使えば使った分お金がかかるという形式になっています。1分あたり0.006ドルということでだいたい0.8円ぐらいというふうになります。 で文字起こしするような動画って結構長尺なことも多くて例えば10分とかだったらこの API 使うとですね8円かかりますので長い動画を文字起こしする場合は少しお金がかかるので気になるなという人もいるかと思いますただ現在は OpenAI のアカウントを作成すると18ドルの無料枠が付与されるので個人で利用する場合はそちらで十分賄えるのかなというふうに思いますまたモデルは LargeV2 という最新の高精度なモデルとなっています で扱ファイル形式はこちらになっていまして日本語とか英語とかさまざまな言語で文字起こしすることができますで注意点としては現在 API でアップロード可能なファイルサイズの上限というのは 25MB までというふうになっていますで動画の画質にもよると思うんですけども私の動画だと大体2分くらいというふうになってしまいます それ以上の長い動画を扱いたい場合は動画を25メガバイト単位で区切って使用するということが公式から推奨されていまして動画を切るコードも公開されていますただ単純に時間で動画を分割してしまうとその文章の途中で区切られてしまってその継ぎ目のところがうまく文字起こしできなくなってしまうということも発生するので注意が必要になります で冒頭少し話したんですけども w i s p e r のモデルっていうのはすでにオープンソースで公開されているのでそちらを使えば動画サイズとか料金とかを気にせずに使うこともできますただ w i s p e r のような AI のモデルを高速に動かすには GPU といってちょっと高い計算機器が必要になるケースが多いですで今回この API が公開されたことでこの GPU というものが使用できないようなデバイスでもこ w i s p e r のような高精度な音声認識ができるというようになったので 将来的にはですねもしかしたら家電とかに組み込まれて音声認識で操作ができるになったりするのかなというふうに個人的には思いますはい続いて Wisper の API の使い方について解説していきますただ使ってみましたってことを紹介するだけではあまり面白くないかなというふうに思いますので今回は ChatGPT の API と組み合わせて AI と対話ができるウェブアプリを作ってみました ウィスパーとチャット GPT 以外にもいろんな技術を使ってるんですけれどもやってることは全然難しくないのでプログラミングをちょっとやってみたいなという人はぜひ中身をいろいろといじってもらえればと思いますで音声の入力や出力のインターフェースとしてはグラジオというものを使っていますでこのグラジオっていうのは Python で機械学習のモデルの出力結果を簡単に Web アプリケーションにすることができるライバラリーになっています でグラジオを使うことでパソコンのマイクから音声を取得してくれるので最初にまずそれを Wisper の API でアップロードして文字起こしを行います次に文字起こしした内容を ChatGPT に入力して返答を得ますでこの時に前回紹介した ChatGPT の API を使用していきますで続いて ChatGPT から返答された文章を 音声ファイルにするために g o o g l e t e x t to s p e e c h というライブラリを使いますこの GTTS というものは文章を音声に変換するための Python のライブラリになっていまして日本語にも対応していますで最後に GTTS で変換された音声ファイルっていうのはそのままではかなりゆっくりな速度で読まれてしまうのでちょっと会話の速度としては不自然になってしまうので pydub というライバラルを使ってこの音声速度を調整していますで最終的にできた音声ファイルをグラジオを使って再生できるように表示するといった流れになりますでチャット GPT の API を使用しているのでどのようにそのチャット GPT に振る舞ってほしいかということを指示することで例えば英語とか中国語とか外国語で会話したりとかあとは好きなキャラクターと会話したりすることができます このアプリケーションは Google コラボ上ですべて動くようにコードを公開してますので興味がある人はぜひ使ってみてもらえればと思いますそれでは実際のコードを紹介して実際に実行してみたいと思いますはい続いてコードの紹介をしていきたいと思います概要欄に貼ってある Google コラボのリンクから飛んでいただくとこういったページになるかなと思います Google コラボは、このセルごとにプログラムを実行していくようなものになってまして、セルを選んでいただいて、Enter と Shift を同時に押します。そうすると、このように左上のところがぐるぐる回った後にですね、プログラム実行が終わると、このように再生マークが表示されます。今ですね、必要なライブラリーをインストールしました。私、すでにインストールしてますのですぐ終わったんですけども、初めてやる人は少し時間がかかるかなと思います。 実行が終わったら次のセルに行っていただいてこのノートブック上で使用するライブラリーをインポートするということをやります。はい、で続いて、えっと、API キーの設定を行います。でこちらは OpenAI の公式で生成した API キーというのを、えっと、設定してあげる必要があります。 で今、米マークにしてちょっと隠してるんですけども、ご自身で取得した API キーをこちらに入力してもらえればと思います。API キーに関しては、他の人にバレてしまうと悪用されてしまう可能性もあるので、絶対に外部に公開しないようにしてください。 はい、続いて ChatGPT の APA を使用するための、えっと、コードの説明なんですけども、えっと、こちらに関しては、えっと、前回の動画で、えー、細かい話まで解説してますので、えっと、そちらを参照していただければと思いますでここでは簡単に紹介していくんですけども、えっと、最初にまず ChatGPT、えっと、にどうやって振る舞ってほしいかということを設定する必要がありますそれがこのシステムセッティングというものです で、あとは、ユーザーから入力された文章と、それに対するチャット g p t の返答というのを保存しておく必要があります。で、このクラスを定義することによって、えっと、それらの一連の流れを、えっと、自動で行えるというものになっています。はい。で、続いて、えっと、音声ファイルを、えっと、Wisper の API に送信して、えっと、文字起こしする関数を定義しています。で、このオーディオというものが、えっと、グラ上で取得した音声ファイルの、えっと、パスになっています。 で、その音声ファイルをこの Whisper の API にえっと送信してると。で、そうするとこの Transcription というところで、えっと、文字起こしされた結果が返ってきます。で、文字起こしされた結果を ChatGPT のえっとインプットメッセージというところに入力をしています。そうすると返答がこのテキスト ChatGPT というところに返ってくるので、これを GTTS というライブラリを使って、えっと、音声ファイルにえっと置き換えています。で、今、ランゲージをえっと JA と ということで日本語で指定してるんですけども、これを EN とかにすれば、えっと、英語で音声ファイルを作成してくれます。でその後にこのオーディオセグメントというものでその音声のえっとスピードですね、それを調整しています。で今ですね1.3倍という風にしてますので、まあ、ちょっと早いえっと読み上げ速度ということになります。はいでこちらを実行します。 はい。で、ここでは、えっと、チャット GPT の振る舞い方を指定しています。で、今は、えっと、あなたは常にポジティブな友達ですと。で、返答の文章は必ず30文字以内にしてください。では、会話は開始しますというふうに設定しています。で、これは上で説明した、このチャット GPT の振る舞い方ですね。ここを設定しているということをやっています。はい。で、こちらを実行していきます。で、この下のセルを実行することで、えっと、グラジオの、えっと、UI が立ち上がります。 はい。で、このように、えっと、UI が立ち上がったかなというふうに思いますので、簡単な操作方法について、えっと、解説していきたいと思います。で、こちらの、レコードフロムマイクロフォンというものを押してもらえれば、えっと、マイクから音声を取得することができます。で、初めて取得する場合は、えっと、ブラウザによっては、このマイクの使用を許可しますかっていうふうに、えっと、出てくると思うんですけども、許可をしますというふうに押してもらえればと思います。で、ちょっとこちらを押してですね、えっと、音声を取得してみたいと思います。えー、こんにちは。お元気ですか 喋り終わったらストップレコードというところを押してもらえればと思います。そうすると、えっと、このようにですね、音声が取得できているというのがわかるかと思います。じゃあちょっと再生してみましょう。えー、こんにちは。お元気ですかで、こちらの取得した音声を送信してみます。そうすると、すぐに返答が返ってきたので、えっと、こちらも再生してみます。元気です。お久しぶりですね。 はい。そうするとですね、チャット GPT からお久しぶりですねというところですね、帰ってきました。ちょっと日本語の読み上げは機械っぽいなっていうところはあるんですけれども、えっ、ー、と、会話が一応できるかなと思います。で、続けて会話するには、一旦こちらのバツボタンを押してもらえれば、えっ、ー、と、また先ほどの、えっ、ー、と、レコードフローマイクロフォンが表示されるので、えっ、ー、と、こちらを押してもらって、また、えっ、ー、と、音声を入力します。えー、私たち以前でどっかでお会いしましたかはい。で、こちらを送信押してみます。 そうすると、返答が返ってきました。あ、ごめんなさい。間違えたかもしれません。はじめましてですね。で、はじめましてです。ということで、もう少し会話してみたいと思います。あなたの名前は何ですか私の名前はオープンアイです。なるほど。チャット GPT ではないんですか そうです。正確には GPT-3 という自然言語処理技術を使ったダットボットです。でも、基本的には私が話しているようにすることで、より人間らしい会話を実現しています。あなたが楽しいというふうに思うことは何ですか 私たちは楽しいと思うことについては感情を持っていませんが、ユーザーの皆さんが楽しんでもらえるように、いろいろなトピックについてお話しできるようにしています。えということですね、えっと、簡単な会話ができているかなというふうに思います。他には例えば、えっと、英会話の練習ということで、えー、使うこともできるかなと思います。えー、その場合はですね、読み上げの仕方を、えっと、JA からですね、EN というふうに書いてあげます。 で、この設定の仕方もですね、えっと、ちょっと変えてみたいと思います。はい。で、あなたは英会話の練習相手ですということで、えっと、設定してみました。えー、こちらをちょっと実行してみたいと思います。はい。そうすると、えっと、こういった UI が立ち上がるかなというふうに思います。えー、ちょっとですね、えっと、会話をしてみたいと思います。Hi, how are you today? I'm doing well, thank you. How about you? i I feel a little bit tired because I filmed a video for about five hours. Oh wow, that sounds tiring. What were you filming the video for? 私からですね、えっと YouTube のビデオ5時間も撮ってるので疲れましたというふうに、えっと、言ってみたらどんな感じの動画撮ってるんですかっていうふうに聞いてくれましたでこの時に、えっと、どうやって英語で返答していいかわかんないなって時も日本語でですね聞いたら、えっと、教えてくれるかなと思います ChatGPT の面白さについて紹介する動画を撮っていますというふうに英語で言うには何て言えばいいですか I'm filming a video to introduce the fun of ChatGPT.In English, it would be, I'm filming a video to introduce the fun of ChatGPT. で、そうするとですね、I'm filming a video to introduce a fan of ChatGPT ということでですね、こういうふうに言えば、えっと、英語で言いますよというふうに返してくれました。ただ、音声だけ聞いてても分かりにくいねってる時は、えっと、テキストを表示させることもできます。ということで、えっと、ちょっとグラジオの UI をですね、いじってあげます。 で、このテキストチャット GPT ってところですね。ここを、えー、っと、このように書いてあげて、この出力ですね。ここもテキストにしてあげます。はい。そうするとまた、えっと、UI 立ち上がったんですけども、このアウトプットってところにですね、テキストが表示されるようになりました。えっと、会話してみたいと思います。はい。他に、えっと、どういった表現があるか教えてください。はい。そうするとですね、 m a k i n g a video to showcase the fun of ChatGPT.Yeah, I'm filming a video to demonstrate how fun ChatGPT can be. はい。で、こういうふうにですね、えっ、ー、と、文章で表示させることができるので、えっ、ー、と、よりですね、理解がしやすかったりとか、勉強しやすかったりするのかなというふうに思います。で、英語とかって、なかなかですね、練習する機会ないと思うんですけども、まあ、こういうふうにですね、ChatGPT 使えば、まあ、英語の勉強もできるっていうのは、えー、かなり面白い使い方かなというふうに思います。 はい。以上でですね、えーと、ウィスパーとチャット GPT の API を使った対話型 AI の、えー、と開発の話を、えー、終わりたいと思います。えー、この動画がですね、良かったというふうに思う人は、えー、と高評価、コメント、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いします、えー。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。